はい、どうもこんにちは。キングダムハーツ2実況プレイパート62やっていきたいと思います。ですね、ちょっとトワイライトタウンの方に、戻りまして、ロクサスくんとソラくんがパートが入れ替わる場所の方面にちょっと行ってみたんですけど、そうしたらアルテマレシピというレシピが手に入りまして、まあこれから説明していくんですけども、こちらですね、このモーグリに渡すことによって、なんとソラくんのどうやら最強武器のこちらになんか対応しているそうで、まあオリハルコン全然足りてないんですけど、あとですね、これでドナルドのこの最強武器こちらだけでもって思ったんですが、狭間の結晶だけが足りなくて、でどうやら狭間の結晶っていうのはバーサーカーっていうタイプのノーバディ、まあそれは何かっていうと、自分が散々お掃除用具お掃除用具とか言ってなんか振り回してた斧みたいなやつを持ってるノーバディでなんですけど、探しまくったんですけどどこにもいなくて、なのでとりあえず先に進むという形を取らせていただきたいと思います。ごめんなさい。でですね、あとアイテムというか装備をね、ゴスミックベルトをつけまして、まあ防御をより上げたって感じですね。そして武器は約束のお守りと、やっぱ初心に帰ってね、キングダムチェーンをね、ちょっとつけたいと思います。そしてまあ安定のスリーピングライオンで、この3つで行こうと思います。ということでよろしくお願いします。行きまーす。さあ、いよいよ虚ろなる旋律の、読めなかった。あとですね、この移動をね、編集中に全然使ってねえじゃん俺って思ったので、今回からバリバリと使っていこうかなと思うわけですが、さあ、空元気そうだな。はい、は、俳優元気？は、俳優元気ってなんだ？ああいう元気ってなんだ？闇の世界の友達と仲良くやってるんじゃないかな。どういう意味だよ。もうお前はいらないらしい。そんなの信じると思う？思わない。まあそれはお前の勝手。あなた次第ですってことだね。だがこちらは信じていい。マジか。13機関はもうお前を必要としていない。あれを見るがいい。心を持ってるからとか。キングダムハーツ。キングダムハーツ。お前のおかげで心をたっぷり吸い込んだ。役割は果たしたってこと？喜んでいるのがわかるか。さあ、最後に腹いっぱい心を食わせてやってくれ。なんかに人気ホストみたいな喋り方だったな。めちゃくちゃいるじゃん。もう戦うしかないよ。ソラ。うん？ソラ。カイリー。カイリー。わあ。ソラに何するのよ。ちょ、マジ？マジで？マジで来ちゃう？危ないよ。危ないよ。おう。うわあ。結構ハートレスでかいのな。ん？戦え。え？うん。今度は私が戦う。できるの？私たちがいなくちゃ空はダメなんだから。行こう、リク。わ、頑張ってる。これは。あ。邪魔者たちが勢ぞろい。久しぶりじゃん、お二方。ねえピート、これは素晴らしい城だね。私たちがいただくってのはどうだ。なんかややこしいことになってきたぞ。いい城だけど、でもどうするんだ。こんな狭間の世界じゃ闇に近すぎて。マジだよ。ハートレスたちは俺たちの言うことなんか聞きゃしない。おお。
私を誰だと思っている？マレフィー戦闘で戦うんだよね。やっぱりなんか BGM が変わったってことは、さあハート型の月が映っておりますが、そしてその逆には王様？王様も頑張ってる。単独行動が大好きだな本当に。協力してくれよ、宝箱ある？え？誰だ？誰？あなたは、もしかして、久しぶりだな、王よ。賢者アンセム、こうなる前にどうして相談してくれなかったの？13機関の指導者ゼムナスは、元はといえば私の一番弟子のゼアノート。おう、私の責任は明白だ。それだけ？隠し事はできないな。そう、私は復讐に取りつかれてしまった。復讐に取りつかれる？私から研究と誇りを奪った弟子たちを許せなかった。復讐の手伝いはできないよ。わかっている。うん、リクにも散々言われた。言われたのか？リクはどこ？友達のところではないかな。あいつはよくやってくれた。王とはぐれて闇をさまよっていたところを私が見つけたわけ。そうなのか？はぐれたわけじゃなくて、リクが自分で姿を消したんだ。ゼアノートのハートレスを心の中に抱えていたからね。辛かったんだと思う。でもどうして今あんな姿なんだろう。心はリクのままなのに。私のせいだ。私がリクと出会った時、彼は少年の姿だった。強い心を持っていたおかげだろうな。うん。そのリクに私は13機関のロクサスという男を連れてくるように言った。眠る空を目覚めさせるためだと言った。何も聞かずに出て行った。そしてどうやらロクサスと戦い負けたようだ。マジか。その後闇の世界で戦うには闇に身を染める必要があると考えたのだろう。それを実行に移した結果があれだ。ロクサスを連れて帰ってきた時、彼は自分をアンセムだと名乗った。うん。空を目覚めさせる代わりに自分は闇の住人になる決意を固めたのだろうな。リクは私の復讐の犠牲者だ。そんなことは心が痛んだ。あるのか？笑ってごまかすしかなかった。僕はその後に再会したんだね。リクに約束させられたんだ。空を助けてやりたい。でも自分の今の状態を絶対に知られたくないってね。それで黙っていたってわけか。なるほどな。さあ王よ、そろそろ少年たちを解放してやらねば。でそれは何なんだい？アイス作る機械？違うよな、さすがにそれはないよな。ここまで来てアイス頬張る賢者アンセムいたらちょっと想像したくないわ。どんだけ好きやねんって。重いよ。わ、頑張ってる頑張ってる。どうなってんの？超広いな。ん？なんだ？レーザービーム。うわー、弾幕弾幕弾幕。
いい子にしていたか。してたよ。姿を見せろ。おう、眼帯だ。いい子ではなかったな。伊達政宗か、貴様。ロクサス。違うな。うん、ロクサス。あいつ俺のことロクサスって呼んだ。我々十三機関をここまで追い詰めるとはな。さすがはキーブレードに選ばれし者と呼ばれるだけはある。今までの奴らに比べれば随分とお粗末だがな。何を言ってるんだ。まあどっちでもいいか。とにかく裏切り者は消えろって話だ。裏切り者だと。また二刀流。気を使って。強いぞ多分。来るか。うーわー、もうあの笑みがもうやばいな。ほんと威圧感が。裏切り者が悪い？何言ってんだ？あ、何？何から何が始まるってんだ？え？おい、ちょ、スネークじゃないんだから、ちょっとスネークじゃないんだからやめてよ。ちょっと違う、ゲームが違う。ゲ、お、あ、な、な、な、何が、あ、わざ、あえてなんかこう、あ、ちょっと待って、コマンドが多分出た。こう、そう、おら、おら、そういうこと。やってくれるな、ありがとうよ。来た。よしよしよし、通ってる。おら、おら、オッケー。こんな感じか。なるほどね。オッケー。なに？え？何？うわあ、ちょっと待って、何が起こってるんだ？何が起こってるというんだ？反転した？まさか。おら！マジか、どうなってんだ？あ、反転はしてないのか。ちょっとよくわかんなくなってきたぞ。なんか溜めてる。なんか、うわうわ、ちょっと、めっちゃ反射してる。ちょっと反射、やばい。よし、なんか、なんだかんだで避けてますよ。ほら、オッケー。なんだかんだで避けてますよ。なんだかんだで当たってませんよ。なんだかんだで当たってない。いける。なんかコマンド出ましたね、今。オッケー。あ、当たった。ガード。ガードもしていこう。ガードもしていきましょう。オッケー。で、銃補充。オッケー、いける。ほら、オッケー。うわっはっは。ちょっとフィニッシュが出したい。うん、そう、うん、よいしょ。マジか。あ、ちょ、痛い。あ、ガやばい。連携使った方がいいかな。ほら、うわわわ、今危ないと思う。これ危ない。これやばいタイプ。これやばいやつ。絶対やばいやつ、これ。ほっはっはっは。あぶね。何、また来る。おっはっはっは。やばい。当たってる。ちょっと待って。何コンボだよ、今の。やばい。アイテム使いましょう。自分だけ回復するという、ちょっと汚らしい主人公でありますが、そんなこと言ってる場合ではありません、多分。よしちょっと待って、どこにいる。そっちか。なんだ、あ、またショータイムだな。スネークならではな。オッケー、ブレイク、ほい、一発で決めるよ。はい、もう一個来る。来ないか。よし、来た。ほら、銃補充。ほら、3つ溜まりましたね。よし、じゃあ魔法行きましょう。あ、魔法じゃないです、召喚。召喚は いけませんか。あれ、ちょっとテンパってるよ。ちょっと
あ、わ、ちょっと、向かってっちゃダメ、自分から。捕まっちゃうよー。ちょ、捕まったー。回復します。え、なんだ。ちょ。多分いける、でも、いける、全然いける。あ、いける、行った、生きよったぞ、なんか。よし、ドライブゲージも回復できたな。多分連戦だろ、予想だけど。こんな簡単に終わるわけないよな。混乱してろ。へへへって何、さっきの。へへへって何、行っちゃった。カリが大丈夫か、帰りは。ああ、追い込まれてる、追い込まれてる。苦戦しているみたいだ。ちょっと、王様。空が揃っている。我々の出る幕はない。いや、出てくれ。元には戻れないのかな。闇の力を利用するために陸が選んだ姿だ。難しいだろうな。そうか。戻ってほしいけどな。助けてやってよ。行くしかないのか、俺たちが。よし、早いとこ向かってあげたいけど、ウランセムレポート3を手に入れました。ありがとうございます。そろそろ揃えそうな気もしますけどね。そろそろ揃えそうなって、ちょっとなんか、ソロが三段重ねできましたけど。話聞けるんじゃない？聞ける。どういうこと？アンセムがカイリと一緒に戦ってたよ。なんか勘違いしてるみたいだな。うん、落ち着いてそこの素数だけを数えていこうよ。よし、1、3、5、7、8、あれ8じゃない8は違うな。虚空をたどる道、ほう。じゃあ倒しながら行きたいと思います。よいしょ、 OK ですね。よし、では先に進んでいきましょう。多分まだ出るよな。軽く流す程度に倒していきましょうか。ちょっとキリがなさそう。ちょっと軽めにいろんな素材を集めるためにですね、結構敵倒してきて経験値も溜まったので、確かドナちゃんとグーフィーがレベル60で、ソラくんが今59なので、ソラくんを60にさせときたいですね。あ、出てきた、こいつだよ多分。こいつじゃない？ちょっとこいつは倒しておきたいよ。うん、ちょっと貴重なこれですよ。掃除用具、貴重な。ちょっともし結晶落としてくれればありがたい。ダメか、危ない、入っちゃいそうだった。ちょっとこいつは倒したいですよ。OK、 レベル上がった。そう、こいつ。これをあと2つ集めれば、ドナちゃんの最強武器が作れるんですよ。よし、これちょっと、ここで貯めますよ。ここのポイントで。戦ってきます。お、オリハル、いいですね。よし。ちょっと一回戻ったんだけど、出てこないよね。とりあえず、ここに出るっていうのを覚えとこう。よし、先行きます。ね、本当に一回でこっち行って戻るみたいなことが、うんだよね。こっち行っちゃうとちょっと進んじゃうかなって思ったので、一歩前のとこに戻ってきたんですけど、多分戻れると思うので、あっこでなんとかして結晶をあと2つ集めておきたいですね。そう、おー、キングダムハーツよ。ハーツよ、我らの捧げ物を食らうがよい。
この無の世界を鈍く照らし、完全に あの方にしか聞こえない。さすが若本さん。ゼンラス、キングダムハーツの様子は、様子はって自分の子供みたいな、なんか。では終わらせても。よかろう。よかろうと。その言葉待っていた。よかろうとって、なんかちょっと日本語がおかしかった気がする。まあいいや。さあ、ここは休憩所。頑張ったね。よく頑張ったと思う。うん。どんな顔でも帰り、会えて嬉しい。空と陸の帰り、あんまり遅いから来ちゃった。帰りが帰りに聞こえた今。